こんにちは、夜景団チャンネルの福本です。さて今回はですね、伊豆大商店街、大正区の駅からですねバスに乗って三軒茶屋東四丁目というところで降りまして、ちょっと今商店街をね探索してるんですけどね、いいですね、下町情緒があって、ホルモン力さん、立ち飲みどころ何話さん、めっちゃあるな、いろんなお店が。これはいいわ。今日は焼肉です。はい、行ってみましょう。もよろしくね。お客さんいらっしゃらないんで、今日は、大正区の伊豆商店街からちょっと歩いたところの焼肉公園さんに来ております。じゃあ瓶ビールの代お願いします。朝日で、ハラミのこの筋煮というのは土手みたいな感じですか？土手焼きみたいな。ああなるほどなるほど。あんまりこれ食べたらお腹いっぱいになりそうやから。じゃあまず、半盛りがあるので、はい、いろいろ食べたんやったら半盛りで頼んでもらう。あ、はいはい。ハーフサイズ的な感じの半盛りが、はい。そうやな。どうしよう。まずまあでも上塩タン、タン塩、はい、からとりあえず。焼き野菜ですよね。焼き野菜サービスやって高いのに。いや高いですよ。これは一人前食べたらいいみたいな、なんかまあ人それぞれでしょうけど、何かありますかね。あとはまあホルモン的なねもんは半盛りで食べようかなと、この脂身のとかね。ハラミ。ハラミをじゃあ後で上ハラミですね。上ハラミ。嘘。普通のハラミはあります。あ、普通のハラミあるけど上ハラミがない。うわ、肉ケーキとかすごいですねあれね。よう予約お祝いにどうぞ。インパクトある。じゃあちょっと臨場感をね伝えるべく iPhone でちょっと撮りますね。焼いていきます。その間にレモンを搾って。
ね。初めて。なんか美味しい。注意じゃなくて、これが取れることの注意。こんな入れたら辛いですかね。脂身のと、はい、それからハラミの、あの半盛り半盛り、はい。夜景団チャンネル、チャンネル登録お願いします。太陽の塔とかいろいろ入れられてるのかな。マスターがお子さんの時にあのお父さんが撮ってたとか、それはね、大人なんですよ。大人なんですよ。あ、そう、あ、そう。自分が好きなのを子供の時に買えなかったみたいな、ね、そう、子供の時好きや。お客さんがなんかこれも買ってとか言って持ってきてくれる。ああ、なるほどね。これもたくさん持ってくれる。はい、はい。あ、そうなんですか。いいの出てしまったんですね。これ言いますとか言って。ああ、なるほど。あ、だからこうやって集まってきてるんですね。集まってきてくるので。これももらってテレビ。テレビ。これもらってない。テレビもらってない。もらって。ずっとあのブランカーの間にやってたんですよ。ああ、いると思って買ったけど、ずっと使ってんやつあるけど、よかったよって言うから、いるって言って。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。